こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも私のポッドキャスト配信聞いていただき誠にありがとうございます。えー、今年もだいぶ寒くなってまいりましたけど、いかがお過ごしでしょうか、ね、今年も残り2ヶ月ちょっとですので、えー、今年のね、あの1年をちょっと振り返りながらですね、まあ来年はどんなことができるかな、どんなね、目標を達成したいかなっていう形でですね、えー、ぜひ今からね、来年の仕込みとかね、あの自分が達成したい目標についてですね、えー、コツコツ行って、まあ何事もね、すぐにはやっぱ結果出ないものですから、結果を 出すすためにはですね、長期間で、ね、テストとかね、実践を繰り返さないと結果は、ね、なかなか出ませんのでぜひ、ね、長期計画で今から来年のね目標を達成するためにですね一喜一憂せずにですね、頑張っていきましょうよという形でですね、今回のポッドキャスト始めていきたいなというふうに思いますで、今回のテーマはですねマーケティングと商品やサービスどっちが大事なのかというテーマでお話をしていきたいなというふうに思います、えー、これね、なかなか興味深いテーマですよねで、な なぜこの話をしようと思ったかというとですね、まあ、そのやっぱり最近ネット上、SNS 上で、まあなんかね、あのー、誰でもね、初心者でも商品とかがなくても、なんかマーケティングさえ頑張れば、なんか売り上げ上げられるんですよとね、あ,あのね、なのでマーケティングをとにかく頑張りましょうみたいなことを言ってる人がいて、まあそれはね、別にあながち間違いではないんだけども、すごくやっぱ誤解されやすいなと。 ね、でそのなんかね、商品とかがなくても、えー、何もしなくても簡単にね、あの売り上げ上げられるんだっていう風に誤解されてしまうと、そ,のそもそもマーケティングっていうね、えー、言葉のイメージがどんどん悪くなってしまうなという形でですね、一応私もね、デジタルマーケティングコンサルタントですので、ちょっとそのことについてですね、マーケティングと商品やサービスってどっちが大事なのか、どっちを優先すべきなのか、そもそもマーケティングって何なのかっていうお話をですね、僕の意見をね、お伝えしていきたいなという風に思いますので、まあね、 yeah ビジネスをねネット上でね商品を販売していきたいぞとね売り上げを上げていきたいぞっていう方はすごく大切なお話になると思いますので、えー、ぜひね最後まで聞いていただければなというふうに思いますでですねそのやっぱりマーケティングと商品やサービスどっちが大事かっていうとそのね結論を先に言ってしまうと、まあ、そもそもマーケティングって何なのかって話になるんですけども、まあ、マーケティングっていうのはその商品の良さを世の中に適切に届けることだと私はね解釈 をしていますなので、えー、商品がななないいとそもそもも話にならないわけですよねまあ、商品って何かっていうとね形があるプロダクトを売ってる方もねいらっしゃればまあ、僕も含めてこれを聞いてる方の多くはですね、えー、自分のスキルとか経験自分自身というものがまあ、ある意味商品なわけじゃないですかでその,よその商品がいいっていうのは、まあ、その当たり前なわけですよ。 で、まあ、その商品がいいかどうかっていうのもそのやっぱりですねなかなか判断が難しいと思いますけれどもそのやっぱりね今の自分がそのやっぱり常にねスキルアップアップデートをしていて で、まあ今の自分を100%出しているかっていうのがまあ、一つの目安に僕はなるかなというふうに思いますでそのやっぱりねこれどの会社どの業界でもそうですけれどもなんか商品作りましたよと完璧な商品ができましたこれで終了です一生この商品を売り続けますっていうことはないわけじゃないですか ね、特に今の時代はそのやっぱ技術の進歩も早いですし、まあ、世の中のトレンドとかもね結構ね素早く変わっていきますのでなんか一個商品作ってそれをアップデートせずに次の商品とかも作らずに一生安泰だよっていうことはないわけですよ。ね、変化を忘れてしまったらもうそれは対価でしかないと現状維持っていうのはある意味対価でしかないわけですので周りは常に進化してアップデートし続けている、えー、時代にですね自分自身の商品を磨くことを を怠ってしまったら一時はうまくいっても、まあ、そのねあの地位売り上げとかね規模っていうのを維持し続けることは、えー、できないわけですよ。 でまあ、僕自身もね,、まあ、ね今年もね結構いろんなスキルをですねあの身につけたかなといろいろツールとかをね、えー、使って詳しくなったりいろんなこと実践したりとか、まあ、僕自身もね今年かなりレベルアップできたかなというふうに思っているわけなんですけれどもそのやっぱりそのね向上心を忘れたり、まあ、そもそも何かねスキルとかその商品を良くすることに情熱がなかったら、まあ、どんな業界でもそれってなんか長く続けられることってできないわけですよ。 ね人生ですねやっぱり長いわけじゃないですかまあ僕はまだ30代半ばですしねまあこれを聞いてる方まあ僕よりね年代上の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもまだ何十年も人生って続くわけですよですのでまあ短期的にちょっと金稼いだからといってですね短期的にうまくいったからといって でまあその後ですねその後もやっぱり食べていかなくちゃ、えー、いけないわけじゃないですか、えー、ですのでそのやっぱりですね安定してビジネスをね維持して拡大していくためには、まあ、もしくはですね今のビジネスの規模を維持するだけでもそのやっぱり自分のアップデートを欠かせ,せないわけですよつまりその商品を良くするぞとねその商品を常に磨いていくっていうことをその怠ってしまったらですねあのやっぱりビジネスって続 いいけけられないというふうに思うわけですよっていうのがそのやっぱり商品の良さって何なのかなと素晴らしい商品を、えー、作るっていうことですよね、まあ、別に僕はオンライン講座とか売ってますし、まあ、コンサルとかねウェブセミナーとかいろいろね、えー、それでお金をいただいて、えー、いますけれどもそのやっぱりじゃあねあの仮にね 僕自身もスキルを磨いてるわけですし、えー、僕も昔はですねなんかお客様にね動画編集とか撮影とかを行って納品をしたりとかね、えー、プロモーションを代行したりね裏方のお手伝いをしてあげてですねいろいろねあのお金を頂い,いていたわけなんですけれどもまあそういったクライアントワークなんかをね、えー、する際にもそのやっぱりね自分のスキルとかねあの技術とかっていうものをアップデートしなかったらまあ他の会社の方がもっと同じ値段でもっといいことやってくれる じゃんみたいなねもっといい結果になるじゃんっていう形でそのやっぱりねお客様からもやっぱり飽きられて飽きられるというか、まあ、別の業者にね変えられてしまったり、えー、するわけじゃないですか。 っていう形でそのねマーケティングと商品どっちが大事なのかってお話になりますけれどもそのやっぱりですねあの本当にどっちも大事ではあるんですけれどもそもそもマーケティングってのは商品の良さを適切にねどの中に届けることですのでその悪い商品ねちょっと時代遅れになった商品をマーケティングの力で売るってのはおかしいわけですよ。ねねねこれコピーライティングのその、ね、あのそ、ね、あ よく言われる言葉で、まあ、コピーライティングっていうのはですね、マーケティングの一つの分野なわけなんですけれども、まあ、お客様のね、感情、心を動かすようなメッセージをね、まあ、文章であったり、こういった音声とか動画とかでメッセージで伝えていきましょうっていう具体的なテクニックがコピーライティングなんですけど、まあ、もちろんマーケティングの中の一つの分野なわけですよね。で、まあ、コピーライティングもマーケティングも一緒なんですけれども、そのやっぱり、ね、コピーライティングとか、そのマーケティングというものが、商品を超えることはできないし、超え てはいいけけないわけですよねその商品というものをマーケティングが超えてしまうつまりこんな商品 なんだけれどもその商品ではできないことをいやこんなこともできますよあんなこともできますよっていうね過剰なマーケティングをしてしまったらそれはもうもはやマーケティングじゃなくてそれはねあの嘘つきですよねと詐欺ですよね古代表現ですよねっていう話になってしまってまああそこの会社はちょっとマーケティングがいやらしいよねみたいな話えーねマーケティングっていう言葉のイメージ自体が悪くなってきてしまうわけじゃないですかですのでそのねそのやっぱマーケティングってのはその価値の翻訳なわけですね、えー 僕らはまあ自分自身をアップデートし続けてい でまあそのねアップデートをししていいくしかないわけでですよで自分ができる限り良い商品を作っていくしかないわけなんですけどそれをねあの怠っちゃダメなんですけれどもやっぱその商品の良さサービススキルの良さっていうものがその世の中のお客様ね僕らのねターゲットであるね、えー、分野のお客様がその価値を正しく理解できるかどうかっていうのはやっぱ分かんないわけですよ。ね僕ら売り手ってのはねそのことばっかりね年から年中考えてるわけですから専門知識はあるわけなんですけれどもまあ世の中の人は専門知識 知識がないわけでですのでそのギャップを埋めるためにねこのね私の商品サービスにお金を払うとこんなメリットがありますよこんなことができるんですよこんな悩みが解消できるんですよっていうのを分かりやすく伝えることがマーケティングなのでなんか過剰にね古代広告を打つとかできもしないことを宣伝するみたいなことはそれはもはやマーケティングではなくてさっき言ったようにただの嘘つきですよねと、えー、いうふうなお話になってしまいますのでそもそもマーケティングって何なのって なのかなっていうところをですね今のねあのちょっと僕のお話を聞いてちょっとちゃんとね定義をね明確に、えー、してほしいなというふうに、えー、思っております。 でまあ今の時代ですねそのやっぱりね素晴らしいのはまあ僕自身もねあのこうやってねああのまあちょっとスタッフにね外注さんとかに手伝ってもらうことはありますけれどもまあ基本的に自分一人でねこのカメラ設定してねおマイク設定してですねあの別にそれを自分のパソコンにね入れてまあちょっとね 書き出してアップロードすることで、まあ、世の中に届けることが、えー、できるわけですよ。昔はですね、なんかその出版社とかテレビ局とかラジオ局とかね、えー、そういった何かね、インフラにアクセスできる、ね、そういったコネクションとか機材とかねそ、とてつもなく高いとか、高い機材にアクセスできる人じゃないと、そういった情報発信とかマーケティングっていうのはなかなかできなかったので、えー、昔はですね、そういったことをできる会社っていうのが、まあね、あのね、 あの有名になったかもしれませんけれども、まあ、今の時代、僕自身も、ね、なんかどれ、誰かスポンサーがいるとかですね、どっかの、ね、でっかい会社になんかサポートしてもらってるとか、ね、そこに実は、ね、あの雇われてますよみたいな、そういったことじゃなくても、本当に個人がですね、まあ、個人の,、ねあのまあ、パソコンとか、ね、スマホとかも、ねまあ、数万円、数十万円とかあれば、まあ、買えるお話なわけじゃないですか、カメラとかだってすごく安くなって、すごく高機能になりましたよね。 なので、誰もがその情報発信ができる時代なわけですよ。なので、別にそんなマーケティングって特別なね、スキルがないとできない特別なね、えー、ことではなくて、 ねまあ、もちろん広告の設定とか多少ねスキルは必要ですけどそれも慣れれば誰だってできますよ。はいね、っていう形で、ね、そのやっぱり自分がスキルを磨いていってより良い商品サービスを作っていけばそれをですね、まあ、自分で世の中にね、あのー、公開するだけでそれが最高のマーケティングになるわけですよ。ね、僕自身も、ね、このツールの使い方とか広告のやり方とかですね、えー、こうやって僕はね集客してますよ、ね、新しいツールの使い方こんな ことができますよっあそれ自身も別に嘘でもないし僕自身がやったことねそのやっぱりただなんか人から聞きかじった情報とかだけじゃなくてまあ自分自身がやってみたっていうことをねできるだけしっかりね行いたいなと思って僕も優先して、ね、の力を入れてるつもりなんですけれども、えー、自分がやってみたぞとでそのこんな結果になりましたよってそのやり方を教えると。 ね、まあそのねノウハウとかじゃなくても、えー、こんな商品できましたよと、ね、これを使うとこんなことができますよっていうことを別にそんな特殊なスキルがなくてもネット上で公開、えー、できるわけじゃないですか。 で、それを見た人っていうものが、ね、商品買っていただいたりとか、お仕事をね、お願いしたりとか、何かした取引が始まったりして、まあ、それがね、宣伝活動になるわけですよ。なので、今の時代別にマーケティングってですね、そんな特別なことではないぞと、ね、誰でもできることなわけですよ。ね、まあ、それをね、やっぱそのネットとか使えないとなかなかですね、あの、やっぱり、 ネットを使えばより、ね、効率的に多くの人にリーチできるのは僕は間違いないと、ね、あの確信していますし、僕自身もネットとか動画を使って自分自身のサービスを、ね、あの大きくして新しいお客様を集めることができましたので、まあ、ネットを使うってのは、ね、もう当たり前だったと、えーね、あの僕は信じていますけれども、それって特別なことではなくて、まず大事なのはそのしゃ商品、サービスっていうものを、ね、あのちゃんと良くすることが、えー、大切ですよねと。まあ、それが全て なわけですよ。 ね、それを行怠ってしまったらどんだけ世界最高の,、ね、あの宣伝チームマーケティングチーム広告代理店とかがいてもです、ね、それでうまいことを宣伝を、ね、して、ね、かっこいい CM とかかっこいいサイトとかです、ねえー、かっこいい文章とかを入れて宣伝活動をしたとしてもその商品そのものがしょぼかったらあ残念ですねと期待外れですねというふうなお話になってしまいますのでそうねあのやっぱ最高の宣伝活動っていうのは本当に 素晴らしい商品を作って、まあ、それを、ね、やっぱり嘘を包み隠さず、ですね、えー、ここはこんなことができますよと、ね、まあ、そこでできれば、ここはこんなことができないので、こういったこと ねねことを、ね、やりたい人は別のの会社の商品買ってくださいねねままでで言えればまあ最高ですよ、ね、っていう形でまあ今の時代ねそういった嘘をついてもすぐネット上でですねあの嘘はね炎上して広がってしまいますし悪い口コミなんかもやっぱり広がってしまいますのでねやっぱり一番大切なのは良い商品をねあの作り続けることだとね特に自分自身がね商品である方はやっぱそこのアップデートを行わね怠らないためにですね自分自 自身がやっぱ常に進化ししていいくかかないのかなのと、えー、僕は感じています、ね、そのやっぱ僕自身もね、今言ったように僕が自身が商品ですので、まあ、僕もね、この起業して10年ほどになりますけれども、まあ、そのなんかマーケティングを頑張ったから今があるというよりかは、そのやっぱりね、いろいろ苦労しましたよ、最初はね。あの、泥臭いこともやって、ね、なんか頑張って仕事したけど、お金もらえなかった、お客様に満足してもらえなかったので、お金いただけなかったっていうこともまあ,ありましたよ。まあ、当時はねそう とね思った思いましたけれどもでもそれはそのやっぱりねなんでそうなったかっていうとやっぱ自分のねスキル不足に原因があったので悔しいなと思ってそこからね頑張ったりとかねいろんな嫌なこともありましたけれども悔しいなと思ってその悔しさをバネにですねいろいろ新しいことに挑戦してうまくいくかどうかわからない新しいことにもチャレンジした結果ですね、まあ、そのね自分のスキルを最速で上げることができて、まあ、その結果ねまあ口コミとかもあるかもしれませんし、まあ、口コミ以外 ででもですね先ほどお伝えしたように、こういった動画とか、こういった今の時代のメディアを使ってですね、こんなことはできますよ、こんなことで悩んでる方は、このやり方やるといいですよっていう、まあ自分のね、あの知ってること、知識というものをですね、まあ、あの率直に伝えていったことで、そのやっぱりお客様が集まったのかなと、ね、その、それが別にね、あの広告を使うとか、広告を使わないっていう話じゃなくて、まあやっぱその広告を使う、ね、広告も大事ですし、広告以外もやっぱり大事ですし、 やっぱできるねあの今の時代にできることはやっぱ全て行った方がいいんですけどもまあそこでねなんか。 商品がしょぼいのにマーケティングさえやればうまくいくんですよっていうのはまあ一時はもしかしたらうまくいくかもしれませんけれどもやっぱそのねお客様もバカじゃないぞとねお客様をなめちゃいけないわけですよお客様もバカでは、えー、ないわけですのでねなんかこいつなんか違うなとなんか言ってることと違うなと思ったらねなんかこの商品買ったけどいまいちだなと思ったらそれはねお客様市場は正直ですのでまあそれはねあの数字に出てくるわけですよですの のでねまあ、もちろんどんなビジネスも常にねうまくいき続けるこってことは、えー、ないと思いますけれども、まあ、そういった時はその数字をねしっかりねあの率直な評価として受け,受け止めて、ね、先ほど言ったように僕みたいになんかやったけれどもお,お金がもらえなかったみたいなこともまあ誰だってあると思いますよ。ね、そういった悔しい経験をね、えー、バネにして常に自分自身を磨き続けるっていうことを忘れなければ、まあ、それ自身がまあ最高のマーケティングになるのかなと。 まあ僕は信じていますので、まあ、僕自身もですね。まあ、こういったマーケティングのスキル。 っていうのをね磨いていく新しいね技術とかツールとかにねあの親しんでいって実践をしてそのやり方を教えるっていうねそういった技術的なところももちろんですけれどもまあ経営者としてあと人間としてそのやっぱ成長していくっていうね、えー、ところをですねそのやっぱり忘れずにまあある意味僕は個人僕自身が商品ですのでそのよりやっぱり僕自身がより進化してより魅力的な人間になっていくっていうことがですね今の時代最高のマーケティングだと思いますので、えー これを聞いてるあなたなんかマーケティングをねもっとちゃんとやんないといけないのかなと、ねあのー、悩んでる方がもしいらっしゃればですねその本当にね自分自身のスキル商品サービスっていうものをより良いものにしていくっていうことがね、あのー、ちょっと短期的にもしかしたらねなんかもっとねマーケティングに力を入れてねもっとなんか ガリガリ売った方がね、うまくいくよって思うかもしれませんけれども、まあ、それはね、あなたのリソースとかにもよりますので、まあ、特に少人数でやってる方はですね、その短期的な計画、ね、あの、なんか、しょぼい商品をちょっと今月売り上げ必要だから、なんとか売るっていうね、えー、ことよりも、まあ、そういったね、ケースがお金がないと、そういったね、あのことをやらなくちゃいけない時ももしかしたらあるかもしれませんけれども、まあ、ぜひですね、そこは長期的に考えて、まあ、より良い商品を作ってですね、世の中に届け っていうことが本当に長期的な意味で素晴らしい結果を生み出すことに、えー、なりますのでぜひねマーケティングっていう言葉をちょっと誤解しないでマーケティングってのはあくまでね商品が素晴らしい商品があるぞとその良さをねお客様が理解できる形で届けていくっていうのがマーケティングなんですよと、えー、ですので今の時代誰でもね情報発信をすることができる時代になりましたお金をかけなくてもスマートフォンとかパソコンとかね誰もがね今の時代まあ一人一人 まあ持ってるわけじゃないですかねそういったねあの民主化した誰でも手に届くツールを使ってですね、えー、世の中に発信することができてそれをですねあの検索とか SNS とかね、えー、広告を使ったりとか広告使わなくてもいいですけれどもまあそのお客様ねあの適切なターゲットに届けるっていうことが昔の時代よりもはるかに簡単になりましたのでマーケティングっていうのが特別なことではなくてそのやっぱ自分自身がスキルを磨いてそれをこんなことができますよこんな ことをやりましたよっていう,こうね発信をしていくことがえ最高のねウェブマーケティング今の時代に合ったマーケティングですのでえそれをですね誤解せずにそのやっぱりね一番大切なことはね自分のスキルを磨いていくぞとね商品サービスってのより良いものにしていくっていうことが最高のマーケティング活動ですのでねそこはね誤解する方も多いかもしれませんけれどもそのスキルを磨いていく商品をより良いものにしていくことで最終的に一番ねそれがお客様と との信頼関係を築いて、新しいお客様を集めてずっとね。長期的に商売,商売をねしていくことに繋がるわけです。やっぱずっと商売をしていくことがね。僕は生きがいになるのかなとね。それが自分の誇りであり、自分自身のね。自信にもつながっていきますので、やっぱりそのね。あの今短期的に稼いで。あとはなんかね。 もう引退して稼ぐ、あのね、あの引退してもう仕事しないみたいな考え方もあるかもしれませんけれども、やっぱそれだとね、人生って面白くないのかなと僕はね、あの感じていますので、僕もずっとね、生涯現役で、今の仕事をね、あの行いながら自分をアップデートし続けていきたい、進化していきたいなというふうに思ってますので、えー、その考え方を忘れずにですね、ぜひあなたもね、コツコツ一歩一歩自分のね、あの商品、サービス、ね、スキルっていうものを磨いていきましょう。それが最高の結果につながりますので、えー、それを忘れずにですね、 ね、あのお客様に喜んでいただけるように日々仕事していきましょうというのがね今日の結論でございます是非、えー、ね今回の内容を参考にしていただいて是非あなたもですね結果出してほしいなというふうに思います、えー、それでは最後まで聴いていただきありがとうございましたまた次回のポッドキャストでお会いしましょうそれではまたねバイバーイ